一式遊戯は南北朝時代の武将、キラ光義の次男、キラ四郎、様之助、左京介、キラ竜一式氏長吉氏の外伝わる。兄弟にキラ光貞、キラ高義岡山光康橋田光長町がいる。一式遊戯階層の安久寺安急寺隣にある一式氏発祥の地の日キラ氏の一族で、 三河国発軍吉良将内一式座投領したことから、一式殿と呼ばれた。遊戯以前、一式の地は、足利康氏の子である、一式古人及びその子、大公が本願の地としていたが、早い段階で、関東へ移り住み、吉良氏が漁することになった。赤羽城に居住したと伝わる。現行の乱から中仙台の乱を経て、南北朝分裂、関納の上乱に至るまで、 父三つ兄三佐だと行動を共にしたと見られるが、名前が記録に見出せず、太平記などの軍記物語にも登場しないため、詳細は不明である。昭平十一年に、父三つが没すると、その母代を弔うため、翌年、一式の地に安球寺を創建した。幸は三年四月八日没。法名は真西。石前寺伝と号した。遊儀の子孫については、 経図が残っておらず詳細は不明である。西尾市岩瀬文庫所蔵の西尾曹草伝に一式村に総北吨社の屋敷屋とありとあり、この胸北が赤羽上主一式遊戯の直系の子孫であると書かれている。ありがとうございます。